YMG ファンの皆さん、こんにちは。ヒロトナイです。道頓堀プロレス、5月20日の道頓堀プロレスですね、初参戦して、大久保選手相手に、初勝利を挙げました。そこで次の6月25日道頓堀プロレス、大阪世界館大会にて、ラピート選手の持つ道頓堀プロレスのベルトに挑戦が決まりました。そこでベルトを取って次の日の6月26日日曜日解体道場、アゼリア大賞大会につなげたいと思います。解体道場ファンの皆さん、そして YMG ファンの皆さん、どちらもぜひ、どちらの大会にもお越しください。お待ちしています。